不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中良生女子の不動産大学宅建合格ラジオということで、この放送は来年宅建試験に合格する人を応援する配信でございます。ということですね、毎週土曜日は宅建合格ラジオのお時間でございます。まあ、今回はですね、もう間近に迫っております賃貸不動産経営管理試験をですね、受験する方にもですね、ぜひ応援のですね、メッセージをお送りしたいと思います。まあ、コメント欄の方にもですね、ぜひそういったメッセージいただければと思います。で、今日ですね、お話ししたいことなんですけど、早速なんですけど、先日ですね、動画の方で、業法違反系のですね、お話をさせていただいたんですよ。実務経験があるのに、従業者名簿にですね、載ってないとかですね、従業者証明書を発行してもらえないっていうことで、要するに実務経験として認められなくて、仕方なく実行しようですね、受けざるを得なくなった人からのコメントをご紹介したところですね、すごい反響がありまして、同じような境遇にいらっしゃる方結構いらっしゃるんだなっていうふうに思ったのと、まあ、あとはですね、IT 充設やってますかっていうことと、あと押印不要になったんですけど、まだ押印をしてますかっていうところのですね、ちょっと実態調査をしたいということで、コメント欄の方にコメント募集したんですけども、ありがたいことにたくさんコメントいただきましたので、そのあたりをですね、中心に今日はちょっとご紹介をしていきたいなというふうに思っております。ということです。今日のテーマは、テーマその1が、従業者名簿に載せないという業法違反はどのぐらいあるのか。これは本当にコメント欄の方のですね、情報をもとにお話をさせていただきます。それからですね、テーマに、IT 充設や押印不要ってどのぐらい浸透しているのか。ここもですね、コメント欄の方にたくさんコメントいただきましたんで、ご紹介をしていきたいと思います。まずですね、全体私、コメントたくさんいただいたんですけど、それ読んだ私の感想としては、まずですね、この従業者名簿に載せてくれない中小企業多いんだなっていうのはすごく思いましたね。私は考えているよりもやっぱ多いんだと思います。まあ、はっきり言うとひどい状態ということなんだと思います。なんで発行しないのって感じですね。あと、IT 充設の方は、大手の会社はですね、対応している会社が多いみたいな感じですけれども、やっぱり高齢の経営者の方でですね、中小企業の場合に関しては、もう本当IT 充設とか、あと押印不要に関しても、全然やっぱり浸透してない、対応してないっていう現実があるんだなっていうのをすごく感じました。まあ私がですね、一番これコメントを読んでいてひどいなと思ったのは、押印不要ですね。要するにもう、宅建士の捺印っていうのは、35条証明と37条証明いらなくなったのに、押させられてる人ですね、すごい多いなと思いました。その理由についても書いてくれていたので、まあ、その辺もですね、結構面白いので、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。宅建合格ラジオ。それでは早速コメントをご紹介します。こちらです。田中先生、いつもありがとうございます。のございません。実態調査気になります。業界に従事している方の生の声、ぜひ聞きたいですということでですね。ありがとうございます。もう早速ですね、ご紹介をしていきますよ。小さな会社に勤めてた時、5問免除講習を受けたいから、重要印象が必要と社長に話して作ってもらいました。お願いしてね、その他の人たちは持ってないと思います。いい加減な会社でしたということですね。ありがとうございます。もうね、多分こういう会社、中小企業ね、結構いると思うんですよ。特に経営者がですね、年配の方ですね。全然差別するつもりはないんですけど、結構ね、コメント欄読んでると、多いですよ。もうこれね、ダメだと思いますよ。ほんと、ちゃんとしてくださいって思いますね。こんなコメントもいただいてますよ。75歳の代表1人とアルバイト、私1人の町の不動産屋で働いております。免除講習受けるため、従業員証にハンコをもらえましたが、従業者名簿には記載は嫌だと断られてしまいました。でこういうね、経営者多いですよ。でパソコン苦手な代表は IT 充設なんてできません。35、37条書面の捺印不要、ハザードマップ、いろいろ知りませんし、よくわからないからと実行もしません。もう最悪ですね。こういうのはね、本当ダメですよ、本当に。町の小さな不動産屋なんてそんなもんですということですね。ありがとうございます。これね、そもそもですね、不動産屋の社長が宅建持ってなくてもですね、勤まるっていうこと自体が私はちょっとおかしいと思いますよね。別に宅建士雇ってこれば、別に社長自身が宅建持ってなくても、別に免許申請自体はできちゃうんですよね。これはもうそもそもおかしいと思いますよね。こういう年配の方はもう何言っても聞かない人多いんで、難しいでしょうね。行政が直接見つけて、注意するまではなかなか治らないでしょうね。とか、こんなコメントいただきました。宅建業者の従業者名簿、パート従業員の私が従業者の入社や退社があるたびに提出に行っています。小企業です。社内で従業者証をただ作ればよいってわけではないんですよね。都道府県ごとの宅建業窓口に従業者名簿を届け出しなければなりません。そうなんですよね。これがね、こういう手続きは結構めんどくさいから嫌だっていう、やってくれないっていうところあるんですよ。
ついつい従業者証を作ってあげた後、様子見もあり、数日ですぐ辞めないか見極めて遅れがちです。提出を忘れないよう声かけし合いましょうということでですね、ありがとうございます。これがね、多分ね、実態だと思うんですよね。これ何を言ってるかわかりますかね。結局ですね、まあ、従業者名簿もちろん載せなきゃいけないんですよ。この会社はまだマシな方だと思いますけど、結局ですね、まあ、すぐ載せると、まあ、載せるっていう手続き自体にこういうふうに役所に行ったりとか、いろいろめんどくさいっていうのはまず一つあるわけですよ。めんどくさいっていうのは一つあるのと、で、やったのにですね、すぐ辞めちゃう人って多いんですよ。これ不動産業ね、すぐ辞める人いるんですよ、本当に。これはね、離職、スピード離職が多いんですよ。これはね、ちょっと本当にちょっと言っておきたいんですけど、これ決してですね、不動産業界がものすごい激務だからとか大変だからっていう理由ですぐ辞めちゃうっていうわけじゃないんですよ。これね、一番多いのが、とにかくね、覚えなければいけないことがものすごく多いんだっていうことを知って怖くなってすぐ辞めるとかですね、そういうの多いんですよ、本当に。もうなんか怖くなってきちゃうんですよ。もう車も運転しなきゃいけないし、契約書とかいろいろ覚えなきゃいけないし、っていうので、こう、なんですかね、もう入ってから、大体もう最初のね、数ヶ月ぐらいはものすごく大変なんですよ、不動産業って。当たり前ですけど。そこを乗り切れれば、そんな大したことないんですけども、そこの間にですね、もう見切りをつけちゃう人が多いんですよ。で、そういう人が多いっていうことを、不動産会社側も分かってるんで、こういう手続きする側の人も分かってるんで、もうすぐにこういう手続きを先しちゃうと、まあ、結局無駄になっちゃうから、まあ、少し様子見たいっていうことなんですよね。こういうことにつながっていっちゃうんですよ。ダメですよ。ダメなんですけど、そういうことにつながっていっちゃうということなんですよね。これが実態なんですよ。だからね、本当にこれ私は不動産大学で今やろうとしていることなんですけど、スピード離職を防ぎたいんですよね。別に不動産業にいてほしいっていうことよりも、なんていうんですかね、もう、その人が不動産業界とかその会社の本当の価値とかをこう理解しないまま逃げるような感じで辞めていっちゃう人が結構多いんで、それをなんとかね、防ぎたいっていうのが、まあ私のね、一番の目的なんですよね。まあその辺のサポートもですね、今後していきたいなと思ってるんですけど、あとこんなコメントもいただきましたね。私の勤めている会社は9割 IT 充実です。すごいですね。その方が業務が回りやすいからとのことです。その通りですね。iPhone の FaceTime 機能を使ってやっています。35条、37条書面も会社側から不備で帰ってきたら面倒だから念のため押しとけと言われてます。IT 充設はバンバン進めてるのに、宅建士の応援は未だにしているので謎です。ということですね。コメントありがとうございます。まずですね、この会社は本当、なんていうんですね、不動産業界の中ではすごいちゃんとしてる会社だと思いますよ。IT 充設やった方が業務が回りやすいっていうのに、ちゃんと経営者がですね、ちゃんと理解をしてやってるっていうのは素晴らしいと思いますよ。ね、これ他の業界にいる人からすると当たり前だろうって思うかもしれませんけど、これがね、できないのが不動産業界なんですよ。なんでかっていうと、大体今ですね、不動産業界を回している中小企業って、なんていうか、社長さんの年齢が大体ね、50代なんですよ。大体なんていうかね、不動産業がこう流行り始めたのが大体その辺からなんで、もう要するにですね、もう、なんていうか、定年一歩手前ぐらいの年齢の経営者さんが多くて、そういう方って、パソコンとかのですね、スキルが異常に低いんですよ。その社長さんとか経営陣自体が IT に弱いんです。すごい。不動産業界って IT に弱くても、こう気合で営業成績、ね、取れてきたような業界なんで、小細工使ってこうやるっていうこと自体がですね、そんなことしなくていいんだみたいな風潮がやっぱりあったんですよね。今は、だいぶその若い社長さんとかも増えてきたんで、こういうふうに IT に対して敏感な社長さんは増えてきてるんですけど、本当リーマンショックよりも前ぐらいに作られているような不動産会社っていうのはですね、経営者の方がどうしても頭が古いんですよ。っていう方が多くて、IT 充設も全然対応できてないってことがあるんですけど、そもそもその何ですかね、オンラインでこう、テレビを、映像をつないでやるっていうことをどうやったらできるのかってことすら分かってない人が多いんで、なかなか IT 充設難しい会社は今多いと思うんですけど、この会社ちゃんとやってるってことですごいですね。やっぱ応援不要に関しては応援してるってことなんですね。これね、多いんですよ。この念のため押しとけってね、言われてる人これいるんじゃないですかね。これコメント欄ぜひコメントください。絶対に念のため押しとけって言われてると思いますよ。なんだよ念のためって思いますからね。本当に念のためもうクソもないんですよ。だってもう法改正してるんですけど、押さなくていいって言ってるのになんで押すのか、もう意味わかんないですね。本当このね、法改正を理解できてない人が多すぎますよね。こんな感じのコメントもいただいています。うちの会社は宅建士の印鑑まだ押されてます。就職した時びっくりしました。もうびっくりしたっていうリアクションがもう正解ですよ。上司のチェックが入り、有無を言わさず押させられます。バカじゃないのかなと思いますね、私のところですけど。で、IT 充設も対応してません。すべてがアナログです。時代に追いついてないです。これね、こういう会社本当に多いですよ。
もしこの、ラジオを聞いてくださっている経営者の方でですね、IT 充実とか応援不要対応してない会社さんね、絶対対応した方がいいですよ。どう考えても業務効率上がりますから、両方とも。IT 充実も応援不要も。これはね、もう本当、何のために法改正してるのか分かんないなと思いますよね。はい。私は中国地方で第一地方銀行のローンセンターで住宅ローン審査をしているものです。いや、ありがたいですね。こういう方のコメント、それ参考になりますよ。充設契約書については 100% の圧印あります。大手業者で電子契約ならば印鑑ありませんけど、逆に圧印がなければ銀行の立場として印鑑を求めてしまうかもしれません。勘弁してほしいですね。銀行の保証会社の審査役は年配が多いので、まずは銀行が変わらないといけませんね。もうその通りなんですよね。これね、結局充設とか契約書の書類って、ローンをですね、審査、本審査とか通すときに銀行側に出すんですよね。でその時に銀行側からこう注意が入るってことがあると、不動産業者、宅建業者側もとりあえず押しとけってやっぱなっちゃうんですよね。あと面倒くさいから。なんでこれね、もうすると勘弁してほしいですね。これ銀行側がこれ押してくれなんて言ってると、もういつまで経ってもこう押印不要に法改正した意味ないですからね。これね、勘弁してほしいですね。銀行側もこんな感じなんだってね、私もこのコメント見て初めて知りました。もう本当にお願いしますよ。住宅ローンとかのね、ローン審査担当している銀行さんも、宅建士の押印は不要になってるんで、そこに印鑑なくてもですね、印鑑を押せっていうふうに戻さないでください。本当にお願いしますということです。宅建業法改正されてるんで、まあ、そこはね、お願いしますということですね。それからこんなコメントもありますね。仲介業者が作った書類に弊社の宅建士の捺印、記名押印を取りに来られました。試験後すぐだったし、気になって宅建士の押印もですかと一応聞き返したら、いるとのことでした。まあいっかって感じで代理で押しました。まだまだ浸透していないようです。これね、私の顧問先でもありますよ、これ本当に。ね、何なのって思いますよね。そんなに印鑑欲しいって思いますよね。ちなみに、従業者証明書は非常勤も会社全員分発行します。素晴らしいですね。ちなみに、宅建業者2社運営してますが、両方従事している方は両方から発行してます。ね、もうそれでいいと思いますよ。素晴らしいですね。これね、あるんですよ。本当夏印取りに行きましたみたいなんですね。夏印いらないっていうの、本当にね。本当にこれ思うんですね。もう本当、不動産大学としましては、宅建士の応援はね、もうしなくていいっていう方針です。本当に、まずしなくていいんですから。せっかくそういうふうに法改正したんで、なんか印鑑を押してないと不安っていうわけのわかんないですね、感情論やめましょうっていうふうに私は思います。それからですね、IT 充設についてこんなですね、面白いコメントもいただいてますね。田原先生、沖縄からお疲れ様です。従業者証明書してないスタッフいます。完全弊社違反です。充設契約書バリバリ押印してます。ちなみに IT 充設は若い宅建士の方を行っていますが、高齢の代表はできません。ということですね。ありがとうございます。これですね。やっぱりね、高齢の経営者の方ですね。これ今結構コメント欄にあったのが、経営者の方は高齢だっていう方のコメント結構あるんですよ。それで IT 化対応できてないっていうですね、コメント結構あるんですけど、これね、実は結構深刻で、不動産業界ですね、やっぱり経営者がだいぶ高齢化してるんですよ。で、事業承継ができずに廃業する業者さんって結構もう多分出てきてるんです。今後多分すごい出てくると思うんですよ。結局ですね、あんまりですね、事実上儲かってなかったりとか、経営者の方とかがですね、ある程度こう手出しでお金を出して運営してる小さい不動産会社って結構あるんですよ。そういう会社って、経営者の方が亡くなると、それで終わっちゃう会社、本当に、出てくるんですよね。承継できないんですよ。承継したくもないっていうような会社も結構あるので、ここはね、結構早めにですね、もう50代ぐらいから次のですね、息子さんだったら息子さんだし、会社のナンバー2だったらナンバー2だし、に、もう事業承継していくっていう準備をね、もう早くからしないとダメですよ。別に自分の代で潰して従業員どうなのか知ったことないっていう考えの人は別にいいですけど、そこで働いてる人のことを考えるんであれば、早くね、事業承継した方がいいです。自分がまだ仕事できるうちに事業承継しないと、大変なことになりますよ。ということですね。それからですね、ちょっとですね、これコメント読んだ後にちょっと一つクイズをお出ししたいんですけど、ちょっとコメント聞いてくださいね。宅建合格ラジオ。先生、今日もありがとうございます。さて、35条書面や37条書面を実際に作成している方に、従業者証を出されない会社ってどういう意図があるのかわかりませんか？もしかして5人に1人の宅建士設置義務を満たしていないとかもあるのでしょうかね。これ専用宅建士のことですね。
今後の実態調査のアンケート結果もぜひお聞きしたいです。いつもありがとうございます。ということでですね、コメントありがとうございます。これですね、この方が言ってるみたいに、要するにですね、従業者名簿に登録しないのは、潜入宅地検証の、ね、設置義務が5人に1人っていうやつはですね、そこに名前を載せちゃうと、人数増えていっちゃうから、潜入宅地検証が余分に必要になるっていうのが嫌で、載せないんじゃないかなっていうようなコメントいっぱいあったんですよ。で、ここでですね、ちょっと一つですね、問題をお出ししたいと思います。いきますよ、問題です。専任の宅建所の設置が必要になるのは5人に対して1人以上ですが、この5人にカウントされるのは次のうちどちらでしょう ?2 択でございます。いきますよ、レディーゴー。さあ、わかりましたでしょうか。これですね、選択肢見てちょっと驚いた人いませんか。そもそもですね、名簿っていうものが2つあるってことをご存知でしたでしょうか。もう宅建試験が終わった今でもですね、っていうふうに思った方いるんじゃないですかね。名簿2つあるんですよ。従業者名簿に記載されている人、要するに従業者名簿ですね。それから宅建業に従事する者の名簿っていうものもあるんですよ。これ2つあるんですよ。これ過去動画でも1回やってるんですけど、名簿ってね、2つあるのをご存知でしたでしょうか。これ違うんですよ。ちなみに行きますよ。アンサーチェック。正解はこちら。正解2番の宅建業に従事する者の名簿に記載されている人でございます。これがですね、専任の宅建士がですね、置かなきゃいけない5人に1人の5人にカウントされる人でございます。これですね、違うんですよ。これを知らずにですね、宅建試験受験した人もたくさんいると思うんですけども、比較するとこうなるんですよ。ちなみにですね、これ宅建士登録の際のですね、実務経験者となるためには従業者名簿に名前が載っている必要があるんです。これですね、つまり何が言いたいのかというと、従業者名簿に名前を載せるかどうかによって、専任の宅建士の必要人数が変わるわけではないということです。厳密に言うとですね、そういうことなんです。例えばですね、宅建業の部門に所属していて、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務です。例えば受付とか秘書とか運転手とかに臨時に従事する者の場合は、これ専任の宅建士の必要人数には影響はないんですけれども、従業者名簿への記載は必要ということなんです。まあ、逆に言うと、従業者名簿に記載したからといって、専任の宅建士のですね、人数が増えるということはないわけですよ。こういう人なんですね。ということなんです。結構ですね、この辺がごっちゃになってて、イコールになってる経営者の人、すごい多いと思いますよ。従業者名簿と、業務に従事するもののですね、名簿っていうのは違いますからね。ここがですね、なんか名簿1個しかないみたいに思ってる人いると思うんですけど、違うんですよ。これネットで検索するとちゃんと出てきますよ、両方とも。で、これ書き方とか見てると、両方の書類はそれぞれ名簿に載せる人が違いますって、はっきりどこの行政のですね、ホームページにも書いてあります。これね、一応覚えておいた方がいいと思います。これね、違いますからね。これ宅建式にも出ることはありますけれども、これ違うんで、名簿っていうのは2つありますということですね。じゃここについてですね、今日せっかくなんで覚えておいていただければと思います。じゃということですね、コメント続きいきますよ。こちらです。IT 充設がほとんどです。高齢の方以外はやっています。押印は相手が押すなら押してます。ありがとうございます。これどうしますか？ IT 充設って相手側がですね、IT 充設できる環境がないとなかなかできないんで、高齢の方がもし取引の相手方だと、そもそも、例えば LINE 電話でもそうですし、FaceTime とかやり方わかんないんですよね。やり方わからないと、IT 充設は難しいです。あと、押印は相手が押すなら押してます。これね、多いと思いますよ。これ実際そういう風な運用してる会社あると思います。結局ですね、押さないでおいて、後から押してくれって言われるのめんどくさいから押すっていうパターンね。これ多いと思いますよ。ほんとね、いらないですよ。印鑑はいらないです。もういい加減にしてくださいって感じですね。あとですね、すごいなんか参考になるなと思ったのが、これ沖縄の方なんですけども、こちらですね。田中先生、いつもお世話になっています。沖縄県で新築マンションの分譲や建て売り仲介を行っている不動産会社に勤めております。SBH と申します。私の勤めている会社では2年ほど前から IT 充設を行っています。素晴らしいですね。主に県外本土の方が沖縄県内の物件を購入する際にテレビ電話で、ズームやラインですね。で、物件の案内を行い、買い付け申し込み書をメール等で多くに記入してもらい、契約はズームで行うという流れを取っております。素晴らしいですね。確かにね、そうですよね。本土から沖縄の物件購入する場合、こういうふうにできるとありがたいですよね。これはね、もうまさにこう全業者こういうふうにやった方がいいと思います。別に本土とか沖縄とか関係なくですね。結局現場に行くっていうのはね、本当にコストかかるんですよ。時間的コストが。それはどちらに対してもですね、業者にもかかりますし、お客さんにもかかるんで、オンラインで済ませられることはできるだけ私はオンラインで済ました方がいいと思います。特に賃貸に関してはですね、売買に関してはやっぱ金額大きいんで見たいっていう人の気持ちはわかるんですけど、賃貸に関してはね、本当にオールオンラインでいいと個人的には思います。所詮一生済むわけじゃないので、その辺割り切ればですね、絶対にオンラインでやった方が効率的です。
というふうに思います。この業者さんはですね、本当に素晴らしいと思います。本当沖縄の物件を本土からですねオンラインで手続きできれば本当にありがたいと思います。それからこんなコメントもありましたね。田中先生、いつも分かりやすい動画をありがとうございます。私の会社は管理業メインですが、まだ IT 充設は社内で誰もやったことはありません。こういう会社はね、中小企業多いと思いますよ。宅建士になれたら IT 充設やってみたいですね。宅建士の応援は押さなくていいことを認識はしているものの、押している人が多いですね。自社管理物件の契約書を仲介業者さんに渡すと応援は半々といった印象です。大手でもまだ押している方いらっしゃいますよ、ということでございます。これね、私の顧問先とかでもですね、取引先から押してくれみたいな風に言われることはあるみたいなんですけど、押さなくていいんですけどって言い返してっていう風に言ってますね。もう押さなくていいっていうのを浸透させたいですよね、本当に。なんでですかって、押さなきゃいけない理由を言ってくださいっていう風に私は思います。とにかく私ね、仕事とかでもそうなんですけど、こう、印鑑をですね、いらないのに押させられるの、すごい、もう本当腹立つんですよね。印鑑って意味ありますと思うんです。なんでこんなに私印鑑に敏感かというと、私もともと管理職やってた時に、印鑑を押すことが仕事みたいになるんですよ。なんか承認する印鑑みたいな。これ何をしてるんだろうと思うんですよね。そういう人いませんかね？管理職の人いると思うんですよね。もう本当ね、ハンコって無意味なんですよね。本当に。なんか押してやると安心感があるから押してるだけであって。本当に意味がないと思います。特に今の世の中ですね、そんなことしなくても十分こうエビデンスは取れるんで、もうね、夏にはね、印鑑あるからといって別にそれがすごい有利になるとか、そんなことないですからね、別に。なんか裁判になったとしても別にもう今、押印不要ですから、宅建士の押印がなかったとしても別に何の問題もありませんので、ただ余分な手間が増えてるだけですし、死肉の無駄遣いですね。というふうに個人的には思います。本当にね、押印しなくていいものに関しては、本当に押印やめましょうっていうのが、私のですね、見解でございます。それから最後にこんなコメントをご紹介します。主人が宅建士で宅建業を営んでます。この度私も取ろうと思い受験しました。勉強の中で35条37条書面の押印が不要と習ったので、主人に話したら、もちろん知ってるけど、大家さんから押してないと不安になったり、と言われたりするから押してるとの話でした。大家さんは年配の方が多いので、説明しても納得されない方が多いようです。ということでですね、コメントありがとうございます。まあ確かにそういう人いると思いますけどね。これね、本当大家さんとかも、不動産会社はちゃんとね、教えていかないとダメだと思いますよ。これね、大家さんって別に宅建持ってなくていいし、宅建士持ってる人たまにいますけど、まあ基本的に知らないんですよ、法律を。で、こういうのね、教えていかなきゃダメだと思いますよ。本当に大家さんの教育っていうのは、宅建業者の私はね、業務の一つだというふうに私は思ってるんです。まあ教えるっていうのは上から教えるとかっていうんじゃなくて、ちゃんと知識をご提供するっていうような意味合いで言ってますけども、そういうふうにすることによって、大家さんからも、ありがたがられるような感じの関係性になっていくのが私は一番いいと思います。私はそういうふうにやって管理物件を増やしてました。まあ、この人なんかすごいちゃんといろいろ知ってるし、詳しいし、安心できるからもうこの人に全部任せようっていう感じになっていくことによって、普通のですね、オープン物件がですね、こう管理物件になっていくっていうふうになるんですね。知識を提供するっていうのは、知識って無償じゃないんで、その辺は大家さんも分かってるんで、その辺をね、いやらしくない感じで教えてあげていくことができると、管理物件とかね、増えていきますよ。これ営業マンとかそういうことできると、管理物件増えていきます。っていうふうに思いますね。これ大家さんにね、教えてあげないと私はダメだと思いますね。こういう印鑑いらなくなったんですよ。大きな法改正あったんですよっていうのは、教えてあげないと大家さんも恥かきます。というふうに思います。ということで、ね、たくさんのコメントありがとうございました。実務に関してですね、呼びかけたのは初めてだったんですけど、すごいいっぱいコメントいただきまして、まあ本当に対応できてない会社まだまだ多いんだなっていうのがすごく実感として私はね、思いました。とりあえず従業者証明書ですね、作ってください。従業者名簿載せてくださいっていうのはですね、不動産大学からのですね、メッセージでございます。これね、本当行政もっと取り締まってくださいっていうふうに思いますね。これはね、本当働いていらっしゃる方はかわいそうですね。余分に登録実務講習受けさせられることになりますから、まあ、この辺ですね、業界としてもしっかりと対応していただきたいなというふうに、思っております。まあ、これに関してですね、他にもご意見ありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。ということで、また明日。